はい、じゃあ倒しました。よかった。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。アサルトでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、また僕の音が映ってますけど、ちょっと今日は出かけています、お家から。この前ね、バイクで収録したのはね、家の玄関でしたけど、ちょっと今日はとある場所に来ています。ちょっと場所は言えませんが、もしかしたらね、場所を特徴をつかんでね、ここだって限定する人間がいるかもしれませんが、今日はね、ちょっとね、この前ね、バイクの動画を上げたらそこそこカウントが伸びたので、ちょっとバイク動画をね、また作ってみようかなと思います。この前ですね、バイクのマフラーを変えたんですけどね、このマフラーの、あとね、バッフルですよ、ここの後ろについてる、消音的なことをしてくれる、実はね、後ろをね、塞いでるわけですよ。この音とかがやっぱりそんなにね、いい音ではないのでね、できればなんか面白いものに変えられないかなと思ってね、いろいろネット調べたらですね、ちょっと面白いものを見つけたんで、それに今回はね、交換して音の差とかをね、確かめてみたいなと思ってます。こんな感じで今回は動画を制作していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。マフラーなんですけど、この前も言いましたけれども、ビッグローっていうショップのマフラーが入っております。サイレンサーが入っております。でその後ろに元からノーマルでね、バッフルがついてるんですけど、このバッフルがそんなに抜けがいいような気がしないというのと、もうちょっとね、音がね、いい音にならないかなと思って、ただ一応ね、このノーマルの状態、ノーマルじゃないですね、このマフラーがついてる状態でちょっと一回エンチをかけてみて音を確かめてみましょう。まあ前回ね、エンチの音を聞かせましたけど、今回はね、ちゃんとね、マイクを持ってきました。こういうマイク、普段あれですよ、フィギュアを開封するときに使ってるやつですね。このマイクを今回は表に持ってきましたんで、ちょっとこれで録音していきたいと。はい、とりあえずじゃあね、エンジンをかけていきます。よいしょよいしょ、でよいしょ、こんな音ですね。はい、まずとりあえず今はね、バフルがノーマルのバフルがついてる。今度はね、バフルを一回外してみましょう。爆音だよって言いましたけど、どんな音なのか聞かせてみましょう。はい、バフル取りました。これの状態だとね、近所迷惑になるんで、僕はバフルをつけてるわけですけど、なんかもうちょっといいバフルがないかなと思って、後で紹介するネットで探した、バフルをつけていこうかなと思っているんですよね。まあ、とりあえずね、このね、バフルの状態、ストレートの状態でね、ちょっとエンジンかけてみます。はい、これが今バフルがない状態、結構うっさいっす。はい、とりあえずね、エンジン吹かしてみますか。まあ、こんな状態でね、結構ね、僕はうるさいと思ってます。のぶといのはいいんだけど、やっぱちょっとね、緊張迷惑ですよ、この音だと。なんでちょっとね、今回はね、とあるパーツをつけていきたいと思います。で、とあるパーツというもんなんですけど、これです。これ南海部品が販売してますね、このバフル。インナーパイプ脱着用 L 型レンチ付き、音量調整機付き、音量調整可能と、2ウェイアルミバッフル、これの汎用タイプ、
僕のマフラーはね47mm だったので 47mm を買いました。1500円プラス税でした。ネットで買っても同じ金額なんですけど送料かかっちゃうので、うん、たまたまね僕の地元の千葉に、お店がありましたんでそこで買ってきました。全サイズ揃ってましたね。よかったよかった。元小さいやつから元でかいやつまで1ミリ刻みで販売されてます。あとね色違いの黒もあるんですけど、まあ僕はマフラーも銀だし、シルバーのを選びました。でこいつを取り付けていきたいと。でこいつなんですけどねパーツが2パーツになってまして、バッフルの、外側の輪っかと内側のパイプこれがついてまして、これをつけられた状態と外した状態で、ね、音量が変わるっていうね意外と優れもんです。なんでねちょっとまずね音量が小さいでなるであろうこの細いパイプをこのでかいパイプにつけていきたいと思います。はい、取り付けました。この芋ネジっていうんですかね、芋ネジをぐるぐるっと回すと六角で締めて、接続されてるので六角はねこうやって締めてこいつを押さえる形で中側のパイプを押さえる形ですね。これで取り付けが完了、セットアップは完了です。あとは、マフラー本体に取り付けていきます。はい、とりあえずねバフルが取り付け終わりました。じゃあそしたらね今度はね中間のねパイプを取った状態で取り付けてみましょう。そんなに感覚を激しく音が変わった気はしない。そんなに激しく音が上がらないですね。なんでちょっと中間のパイプを外した状態にしてみるかな。とりあえず音は十分収まってると思うし、個人的にですよ収まってると思うし、まあこんなもんでいいのかな。ノーマルよりか明らかに抜きは良くなってますし、消音効果としてもまあ十分なものになるでしょう。ちょっとこれでね あとは走り具合とかがちょっとね乗ってみないと分かんないので、加速の感じとかそういうのが分かったらいいな。あとはなエンジンの特性とか変わったら嬉しいんですけどね。まあそんな感じとね、これからちょっと乗ってね、乗り換え具合を確かめてみたいなと思います。はい、そんな感じでね、ちょっとマフラーのバッフルを変えて走ってみました。
音良くなったような気がしますよ、うん、抜けも悪くないと思いますし、そんなにこう個人的には近所迷惑になるほどの爆音じゃないかなと思ってますんで、うん、ちょっとこの状態でねちょっと走って楽しんでいこうと思ってます。はい、そんな感じでね、今回の動画を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではね、じゃあね、バイバーイ。